バカじゃないの。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ということで今回は誰だ、あ、誰、 L じゃないな、ムツヘタの方だ。ちょっと待って、上から失礼いたしますよ。ほい、見えねえ。あゆなよ、竜王を倒すすべての準備が整いつつあるようじゃの。古のメダルに雨雲の杖、そして太陽の石、これらがあれば竜王が住むあの島に行くために必要な虹の雫を作る失われた聖なる祠を再建できよう。なんかいろいろと多くて、情報が多くて整理できないよ。そして伝説の剣と鎧、王者の剣と光の鎧はこれから現れるであろう竜王を倒す力を持つ者への助けになるはずじゃ。お、竜王は他の人が倒してくれるんだね。精霊ルビスからその他に課せられたビルダーとしての残りの責務はあと一つ、虹の雫の原料を集め聖なる祠から虹の雫を作ることじゃ。実はあれから占いの間によって虹の雫について多くのことが分かってな、その原料のありかも、闇の扉を開ける最後の鍵の製法も、そこで待ち受ける最後の敵についても全て突き止めてある。そこでじゃあゆな、そなたのビルダーとしての最後の責務の前にこのララトームを今一度発展させておいてくれまいか。あ、レベルアップ。最後の責務を果たせばビルダーの力も失われることになろう。その前に少しでも町を発展させておいてくれるとありがたいぞ。ララトームの最近は一大事業じゃ。もうとっくに達成しておるかもしれぬがの。達成してます。うんうん、わしの予言通りじゃ。早々にビルダーとして成長できたようじゃな。あいなよ、本当によくやった。ここまでの道のりさぞ大変であったろう。メルキド、リムルダール、マイラにガライア、よくぞここまで数々の苦難を乗り越えてきたの。最初のうちは己の責務に戸惑い反発もあったのではないか。反発とかあったんかな、わからんけど。しかしそれももうすぐ終わる。重く苦しい責務からようやく解放されるのじゃ。ううよかったの、よかったの、あゆな。誰やねん。さあいよいよじゃ、いよいよわしからの最後の依頼をしよう。ん、クエストコンプリート、命の木の実。なんだ最後の頼み。ちょどこへ。ここ狭いんだよね。よし、これできっちり。あゆなよ、ここまで本当によくやってくれた。めっちゃ星飛んでるけども。聖なる祠を作る素材集め、そして竜王に挑む失われた武具の作成、ラドトームの町は完全に再現できたとはまだ言えぬかもしれんが、人々の力とその他が作り出してくれた聖水があればラドトームの再建は時間の問題と言えるじゃろう。最後に竜王の住む魔の島に行くための虹の雫さえ作り出せれば、この世界が闇に覆われる前の姿におおむね戻ると言っていいはず。そう、これによりアレフガルドの復活は達成されるのじゃ。何を考えよ。ん、何か言いたげな顔じゃな。そうかそうか、そなたも感無量か。そうであろうそうであろう。ではあゆな、最後の責務のために虹の雫の原料のありかについて教えよう。何度か伝えておる通り、虹の雫の原料はこのララトームの呪いの中心、最も深い闇の中にある。原料は闇の中で、そなたはまず闇と呪いの元凶を倒せば手に入るはずじゃ。誰、どこ。よいか、アイナ、その闇に住む魔物こそそなたが戦う最後の敵となるであろう。それがどのような敵なのかわしにもわからぬが、心して挑むのじゃぞ。扉を開く最後の鍵の製法と素材の一部はわしが手に入れておいた。あ、とりあえずその鍵を作っていかんといかんわけかな。残りの素材を集めて鍵を作り、闇の奥にいる最後の敵を倒すのじゃ。そして虹の雫の原料を手に入れてくれ。不思議な宝石を手に入れた。これがその材料の一部。コンパスに目的地が表示された。魔力の結晶が必要じゃ。お、最後の鍵をひらめいた。変化する金属を宝石の魔力で鍵にしたもの、アルシロの扉を開くことができる。そのアルシロに向かうってことかな。虹の雫の原料が封印されている場所の扉を開くには最後の鍵がいる。
最後の鍵を作る素材の一つ、マネマネ金属なる珍しい金属は、ラウトームに住むトロルを倒すことで、まれに手に入れることができるようだぞ。さあ、アイナ、素材を集めて最後の鍵を作り出し、赤い扉の先にある闇の城で、虹の雫の原理を手に入れるのじゃ。なるほど。その、マネマネ金属。そのマネマネ金属とやらは私持ってますけども。ということで、この辺か？鍵。じゃ、作りたいんだ、私。最後の鍵。ない。最後の鍵。最後の。これはまさか。ないんでは。ないぞ。ってことはあれか、あっちだったか。そのままこの場所で作ればよかったんだな。最後の鍵。オッケー。よし、最後の鍵を一個作った。そして、赤い扉の先。旅立つ。さあ、その、魔の城、闇の城とやらに行ってやろうじゃないか。横、右、こう、ひたすら右、ひたすら右ってどこまでかわからんけど。あ、武器を王者の剣に。で、なに、その城の中に私が戦う最後の敵がおるってこと？なんか、そのようなことを、ダメージ、そのようなことを言っていたような気がするんだけど、それはちょっと、薬草の数は大丈夫かな、傷薬と。どこまでまっすぐやろう。とりあえずまだまっすぐ。でもどちらかといえば左寄り。なんかちょっといろいろと、揃えてった方がいい？じゃあ、大砲とか。大砲を取り出して、あと、超激突マシンも取り出しとこっか。あと、どこだ？あった。魔法の玉とかもちょっと持っといた方がいいかな。じゃ、これぐらいで。さあ、向かおうぞ。とりあえずどうしよっかな。でも、大砲とか使って床がボロボロになったら、超激突マシン使えんのよね。ん？この中か。前に一回フラッとここまで来た時に何かなって思ったんやけど。世界の半分。これ世界の半分っすか？ここに凝縮されたんかな？ここで鍵ね。オッケーオッケー。はい。闇の扉が開いた。お、闇の扉が開いたらしいよ。ちょっと待って。激突マシン用意しとこ。お。え？すごく間抜けな顔なんだけど。ふひゃははは、ふひゃ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 、ふひゃははははは。これがその闇のなんちゃらとかじゃないよね。この世界は俺様のもの。俺様のものだ！くひゃははははは。バカじゃないの？ふーん？誰だ？お前。誰だ？もしかしてこの盾。勇者の盾やん。俺は王様だ。王様だぞ。無礼者。無礼者。これが竜王に世界の半分をもらったやつじゃないに違う？偽りの王、闇の戦士。すべてひらがらなところもちょっと間抜けだけど、ちょっと。はっ。どうよ。結構なダメージ与えれてんじゃないの？違う？はいはいはい。やばいやばい。超ぶつかる。超ぶつかる。超激突。はい。ダメだ。これ、一回一回こういうの大丈夫かな？はい。ほら、一回一回超、どうすか。こんなんで、大丈夫ですかね？どうよこれ。どうなのよ。しかも超見えづらいっていうね。この場所狭いんだけど。はい。この場所超狭いからさ、視界がちょっと。でもだいぶ結構いい感じにダメージを与えれてんのかな。どれがといい感じなんかはちょっといまいちわからんけど。なんか現れた、なんか現れた。こいつが呼び出しよる。ちょっと待って。ちょ、待ってください。薬草。はい、オッケー。ちょっと邪魔だよ、君ら。でも、もうちょっとでやっつけれるの。
あ、やべえやべえやべえ、これやべえぞ。ちょっととりあえず私今回復したい。はい、オッケー。これちょっともう勢いで行くしかないよね。はい、ちょっと待って。はい、やった、倒した、私のドアップで。うぃー、ちょっと待って、こいつら何マジで。はい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 。お、弱いじゃないか、弱いじゃないか君ら。何、近くに攻撃はしないの？遠くだけ攻撃するの。宝箱の中には魔力の結晶が入っていた。あ、これ取ってこいって言ったやつや。魔力の結晶を手に入れた。ムツヘタから依頼された魔力の結晶を準備できた。え、なにこれ。あゆなよ、よくやりました。あ、ルビス？闇に囚われた者を倒し、虹の雫の原料を手に入れましたね。あとは、失われた聖なる祠を再建すれば、竜王を倒すまでの道筋が整います。あの預言者の言う通り、これで世界は闇に覆われる前の状態に戻ったと言っていいでしょう。これであなたの責務は果たされました。本当によくやりましたね、あゆな。え、もうすでにこれで、え、何ですって？ラルトームは闇に閉ざされ、まだ復活できていないと。それは、そうかもしれません。しかしそれはもう、竜王を倒すことでしか成し得ないことなのです。そして、残念ながらあなたは勇者ではありません。竜王を倒すことは、あなたの役割ではないのです。ここまで散々強い敵と戦ってきて。ん？では竜王はどうするのかと？竜王は、やがて現れるであろう、伝説の勇者の血を引く者が、きっと打ち倒すでしょう。あの、何回も見た夢は何だったの？私は、子孫ではないの。そのための道筋は、あなたが作ってくれました。あなたに課せられていた役割は、これから現れるであろう、竜王を倒す勇者のために、勇者が通るであろう町を再建し、勇者が必要とするであろう武器を作り、このアレフガルドを闇に覆われる前の状態に戻すことだったのです。ありがとうございました、アイナ。あなたのおかげで準備は整いました。なるほど。これから現れる勇者が、メルキドを通り、リムルダールを通り、マイラガライアを通り、ここへたどり着くと。あとは竜王を倒す勇者の出現をただ待つだけです。なんか、たどる道筋にしては、町少なくね？え？それまでどのくらいの時間がかかるのか、ですって？それは、私にもわかりません。何年か、何百年か。しかし、その時は必ず来ます。今この世界に生きてる人は救われないわけだ。さあ、アユナ、ビルダーとしてのあなたの役割はもう終わりです。聖なる祠を再建し、最後に虹の雫を作り出してください。すべては精霊の導きのままに。納得いかないぞ、私。どうよ。ちょっと一旦座ってみたりとかするけど。ちょっと持ち物欄邪魔だな。まあ、とりあえずこれで手に入れたから、外に出て、さあ帰ろうかね。はい、キメラの翼。キメラの翼を使って拠点に帰ります。さあ、どうなのよ。みんなは私に期待をしているぞ。なんでそこ扉開いてんの？ああ、ちょっと、方向が変わった。ん？ちょっと来いよ、こっち。違う。扉じゃなくって。はい、離す。おう、あゆなよ。虹の雫の原料を手に入れて戻ってきたのだな。なんかすごい遠くから見よるか。そなたは闇の中で何を見た？ナラトームの闇と呪いの元凶とは一体。ん？なんじゃ、その浮かない顔は。これでようやくそなたの責務も終わるというのに。そなたはこのララドームの闇と呪いの元凶を打ち破ったのであろう。これで時とともに、この死の大地も次第に浄化されていくはずじゃ。そしてそなたが作った聖水を振りまいていけば、やがてこの地も元に戻ろうぞ。それはいいんだけども。ん？伝説の勇者の血を引く竜王を倒す者が、いつ生まれるのか占え、じゃと？なんと無礼な物言いじゃ。目上の者に対して占えなどと。それにじゃ、そのようなルビスにもわからぬようなこと、いくらわしが優れた預言者でも、わかるわけがないではないか。そうじゃのう。勇者が現れるのは、
10年後か、50年後か、100年後か。ん？それでは友達に平和な世界を見せられない。みんな年を取って死んでしまう、じゃと？それはそうかもしれん。しかしそれは、木を見て森を見る物言いじゃ。対極を見よ。もし今の時代のものが、今の時代のものが全て死んでも、次の世代の者たちがいずれ。とにかく姫の元へ行け。そしてビルダーの最後の責務を果たすのじゃ。クエストコンプリート、命の木の実。なんだかすごく納得のいかない感じだったけれども、とりあえず今回は一旦この辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで次回はまあお姫様に話しかければ良いわけだね。